テレトビズ。東京元赤坂の迎賓館で26日消防演習が実施されました。1月26日は73年前に奈良県の法隆寺から出火し国宝の壁面が焼失したことを契機に文化財防火デーと定められています。今日の演習は迎賓館内の資材置き場から火が出て建物へ燃え広がる想定で行われ、東京消防庁による消火活動や防災ヘリが救助活動をしました。元赤坂の迎賓館赤坂離宮は国宝に指定されている重要な建築物で、焼失を防ぐための一斉放水も実施されました。